じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごかったですね。いや、すごかったです。なんか、びっくりしました。ありがとうございます。小倉様、当然、裏の台本って知ってたみたい。あ、はい、知ってました。普段台本読まないんですけど、なかなか。今日珍しく読んだんですけど、なかったんですけど。うん、こういうこともあるんだなと思って、久しぶりのドッキリで。はい、たまたま読んだ台本には書いてなかった。たまたま読んだ台本には書いてなかったんですよ。そうなんです。改めてどうですか、15年振り返ってみて。いや、なんか15年ってやっぱりすごいなって。一人の人が生まれて高校もう高校生を旅立つぐらいの月日の時間じゃないですか、うん、そう、そう考えるとなんか15年ってやっぱりすごいことだなっていうのは思いますし、でも本当この15年間が、まあ、多分普通の人が人生で経験することをこの15年で全てやったっていう思い出がすごく大きいので、でも本当さっきも言ったんですけど、周りの人にすごい感謝はすごくしてます。どうですか、15周年ってこうちょっと旗で、ね、お祝い見てみていかがでした。ねえ、なんか辻ちゃんいつまでもなんか可愛くて10代のままなイメージなので、気持ちはね、気持ちはすごい10代なんですけどね。ねえ、変わらないね、ちょっと可愛いですね。だから昔サインもらったってね、さっきちょっとそうなんですよね、10年以上前ですね。うん、そのサインはまだ大切に取ってるから。そのサイン絶対ないですよ。あります、あります、ね、大丈夫です、はい、ありがとうございます。まあ、今日ね、ちょっとあのフリマのイベントですけど、はい、普段2人フリマみたいなのは行ったりとか、うん、買ったりこう出したりみたいな感じするんですか。私しますね、はい、友達がやってるところとかスタリストさんがよくフリーマーケットやってて、そこにこう出品させてもらったりとか。そうです、ネットもすごくやるので、はい、例えば出すものって何、やっぱり衣装とかになるんですか。あ、でも本当にあの自分の洋服だったりとかも、あの去年やっぱ流行ってて着てたものを今年また違う流行りが出てきて着なくなったものとか結構出したりとかしてますね。小倉さんはどうですか。私はあんまり経験がなかったんですけど、こんなに簡単に買えるし出品できるんだってことを知って、なんでやってみようと思ってます。今日なんかね、あのいつもだとちょっとお高いものがお手軽にって、さっきちょっとお手軽っていうか、まあね、ちょっとあのお手頃なお値段っていうのをさっき言ってらっしゃいましたけど、どうですか、そういうやっぱりそこら辺も魅力的な感じですかね。そうですね、なんかやっぱり普段は高いなと思ってるのが、うん、あ、買えるっていう値段でなんか あの、あるとすごいすごいテンションになる、なんか、うん、あ、ラッキーってなりますね。やっぱりさっきお子さんの話で子供のものだとちょっとしか使えないからってちょっと言ってらっしゃいましたけど、でそういう感じになっちゃうんですかね。なんかあ、ね、父親のところは下がいるからね、使えるけどまだいないので、なんかもったいないなって思うことが結構多いですね。これちょっとしか着れなかったなって。うん、そうなると小倉さんお二人目っていうのはどうですか。ね、二人目もね、そうそうね、欲しいんですけどね。そういったお話っていうのはご主人とはされたりとか。あ、そうですね、なんかパワースポットに行ったりとかして。すごい。どういうパワースポットに最近行かれたんですか。なんかハワイで子宝に恵まれるみたいなところに行ってみたりとかしたりして見てます。今度はどっちが欲しいっていうのは何か。どっちでもいいですね。男の子同士も一緒に遊んでくれるし、でもやっぱり女の子も欲しいなぁなんて思います。どうですか、お二人目っていうのでちょっとなんかアドバイス的なものが。いやでも本当なんか私も一人目の時が一番大変だったので、二人になったら大変かなって多分思いがちなのかもしれないですけど、意外にこう二人で兄弟で仲良く遊んでくれたりとか助け合ったりとか学んでくれたりするので、そうですね、なんか大変さもあるけど楽しさも倍になるので、はい、すごい。2人目というかね、中澤さんもお二人目でしたけど、なんか連絡とか取りました、はい、取りました、
あのブログにも載っててむくみがすごいって書いてあったので、大丈夫ですかっていう話をして、ちゃんとトイレ行ってくださいねみたいなことで、私が今骨盤ベルトを私ちょっとプロデュースしてるのがあって、すごいそれが良かったので送りますねっていう話とか、あと男の子の話だったりとかいろいろしました。じゃあなんかね、お二人目になったらまたちょっといい先輩がいるからねえ、ね、そうなんですよ、3人のままですもんねうん、ちょっと4人目はちょっと休憩、4人目はウサギを飼ったんですよそうですか。そうなんです、ウサギを飼って、それが私の中ではすごい4人目の気分で、ちなみにどんなウサギなんですか。はい、あの耳が垂れてるウサギなんですけど、今まだ3ヶ月とかで、ウサギは6ヶ月からあの子供を出産できるらしくて、秋に出産、孫が生まれるかもしれない。何匹か、何匹か今、ウサギ1匹です、はい、それでまたこれ飼い続けるんだろう。そうですね、本当に可愛くて、4人目の気持ちで育ててます。ちなみに名前は何ですか。ミクです。あの漢字でうちみんな空がつくんですけど、まあ、ミクもクが空っていう名前なんですけど、すいません、どうでもいい話して僕は聞いてないですすいません今回15周年なんですけど、つんくさんとかにはなんかご報告みたいなとか、なんかメールとか来たりとか。15周年のご報告というか、まだそれは全然できてないですけど、なんか送ったりとかするつもりではありますか。そうですね、あの、まあ、みんなであの4期で集まって写真でも撮りたいなっていうのはご報告としてあります。ちょっとでも心配ですね、なんかいろいろ。そうですね、本当にあの、まあ、歌が大好きで、だったつんくさんをやっぱ知ってる分、すごいあの私はニュースで知ったのでびっくりしたんですけど、でも、うん、つんくさんはすごい強い方で、多分また元気な姿で戻ってきてくれると信じてるので、今も私が逆に今恩返しできることがあれば力になれたらなと思います。またなんかね、あの歌えるといいですね、またつんくさんの曲も、はい、そうなんです。今でも家でもカラオケするんですけど、うん、もう今でも自分の曲をつんくさん思い出しながら歌ってます。はい、はい、あの本当にとっても簡単にあの出品できるし購入できるし、とても便利なあのサイトなので、皆さんぜひぜひあの本当ハマると思うので、ちょっとチェックしてみてください。はい、そうですね、あの今ゆこりんが言った通り本当に簡単で、忙しいママさんでもこう携帯、子供が寝た後にこうお買い物ができたりとか、この自分、子供が着れなくなった洋服とかもこう簡単に出品できたりするので、本当誰もが簡単にできるものだと思うので、ぜひ一度やってみてもらいたいなと思います。はい、ではありがとうございました。